に来てすごいね。女子高生がちょっとでもエロいっていうコンテンツを作れなくなったらしいね。だから女子高生の制服っていうもので、うん、エロいことをするともうそれはコンテンツしてダメですよっていうすごい傾向があって、はいはいはい、うんうん、こんなの初めてだよ。俺が業界30年いてここまで厳しくなるの見たことないね。大体だってセーラー服っつったらエロいものっていう風に書いてたもん、青年誌って。まあね、少年誌でもそうだったでしょ、うん、エロアイコンじゃん。セーラー服とかブレザーもそうだけどさ、そういうものがちょっとでもエロとして書かれると表現できませんみたいな。だからこの間フラッシュの編集者がグラビアで制服はもうダメですって言ってたね。グラビアで制服もダメなの？ダメだって。ちょっとでもエロい要素になるとダメなんですよ。エロい要素って誰が判断するの、うん、な本当誰が判断するの？ AKB とかどうなの？そうなんだよ。だからあれは頑張ってる少女たちなんですよ。また AKB の話になってますけど、だからあれはエロを織物にしてる少女たちじゃなくて、あなるほど、体育会系的に頑張ってる、青春的なっていうそのコンセプトだから OK だったりとかするの、まあ、分かんないけど、まあ随分なんかいろんなことがグレになってなんだか嫌な空気になってんなって感じする。なぜかっていうとエロは文学じゃない、もともと闇の部分を描くのが文学なわけじゃん、はい、で漫画に文学の要素がないわけないじゃん。それは初期からあるし、一番その漫画の文化がさ盛んだった頃に明日のジョーとかああいう60年代から70年代の頃ってさ、まあ、半分文学でその流れでエヴァンゲリオンってあるわけじゃん。でそれのさ闇の中の光みたいなものをさ描いてたのが文学だったんだけどさ、うんうん、これまとめてダメってことになっちゃうのっていうと、これ意外とセーラー服の問題だけで言っても文化の危機だね。だからラッキースケベの話で表面的で揉めている、もしくは俺がヤングサンデーでやってる時に友人問題っつって友人さん書いてたエンジェルっていうのが過激すぎるっつって、あん時の過激さとは全然わけが違うかんね、うん、友人さんのやってたのはもう本当にガチでやばいところのギリギリだったし、それも OK だったし、70年代もっとひどかったからね。ここへ来て猛烈な圧がかかってしまったなっていうのが今年の7月のあの問題だったなっていうさ、うん、隠しゃいい、やめさせればいい、規制すればいいっていう流れのまでの道のりがものすごい短くなってんね。でこれさ誰も言わないけどさ、一番性をさ商品化してんのって結婚っていうシステムじゃねえのって思わない？おっと、いやだから話が触っちゃうかもしれないけども、うん、そもそも女の人が結婚しなければいけないっていう圧はどうなのって思わない？これだから女っていうさその人格ではなくさ子供を産む性質っていうのが先に立ってしまって、うん、でこれさ個人ではなく性別で人生を決められてない？これって、うん、で子供を育てるだけのスペックがあるかどうかで男は選ばれたりするじゃん。これもちょっと微妙じゃない？つまりここまで考えて規制とかする話してんのかって話じゃん。ものすごい表面的なところで網がかかってる気がしてならんねっていうさ、一方でだから少子化対策だとか言って結婚しろとかなんだかんだとか言うけど、それって逆に人道的にどうなのかって俺は思うけどね。むしろだからもうちょっと違うパラダイムシフトをしないといけない時期に来てるのに、どうも見当違いなことが起こってるなっていうのが今回ジャンプ問題の時に考えたことだね。なるほど、うん、だってさ学校にいてさ共学でさ前に女の子がいてさ、うん、汗かいててさ、うん、あの狭いとこにいてさ先生の話つまんなくてさ、うん、見るに決まってんじゃんね、はい、でしょ、うん、ねえそれが男だし10代の頃の思い出のほとんどはそこでしょそうでしょ、はい、それ表現すんなっつったらさ、うん、何表現すんだよな。ですよそう思わん？それはそうですね。そうでしょ、うん、川端康成どうしたらいいの？どうしましょうね。ねえノーベル文学賞じゃないの？まあだからなんかそういうことももう全部わかんないよ、有識者が考えたんですとか言うかもしれないけど、あまりにもわけがわからない状態で漫画に圧かけやがってっていうのがちょっとやばいんじゃないですかね、うん、今年のこの動きはね不健康ですよ本当に。そう村上春樹もアウトだし、村上龍なんて完全にアウトだよね。デビュー作から完全にアウトですけどね。あでもそういうこと言わないで40になって子供産めなくなって後悔したらその人のその人権はどうなるんだっていう。だから余計なお世話だと思わね。だってそれだって自分で決めてんじゃん、うん、まあね。だからその情報はあっていいと思うんですよ。で俺は別に女は子供を女しか産めないんだとしたらね、うん、今の現在の科学で、うん、シュワちゃんみたいなことにならないわけじゃん、うん、まだ我々は、うんうん、だからその時点で差別というかその区別はあってるし、うん、でそれでその家に、まあ、嫁に行ってみたいなのの旧体制的なものが残ってるのはそれはそれで一つの俺は美学の一つだと思っちゃうんですよね、うん、俺は選択肢の一つでいいと思うよ。そうそう、だから結局それはそっちのルートに乗るんだったら乗って美しく生きてくださいって。いや俺はそのラインを完全否定するわけじゃないんだけど、うんうんうん、あまりにも社会的な圧があってそれに苦しんでる人の話ばかり聞くよね。29歳になったらこの世の終わりだみたいな顔してる女の人いっぱいいるじゃん。この世の終わりじゃないですよ。この世の終わりだって顔してる
やつばかりでもない気がするんですよ。どうかな、多いと思うよ。ただ不満を抱えてるやつの方が声を上げちゃうから。でもそんなことさ、別にいいじゃん、いつ結婚したって個人が選べばいいのに。そう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 。なんでいつからいつまでの間にしなきゃいけないみたいな圧がかかんのっていう話よ。同時になんか若いやつの顔を見れば、あの相手はいるの結婚しないのっていうことを言うじゃない、うん、これこそ性の暴力じゃないですかねって俺は思うんですけどね、うん、そういうものの闇みたいなものの救済みたいなことを、まあ、漫画はやってたんじゃないかなと思うよ、うん、なんかそのアホみたいなエッチ漫画ってあった方がいいと思うよ。それは思いますね、うんうん、あれはね本当に男の子にしかわからないオアシスなんで、うん、あれ性の暴力じゃないよ本当に子供エッチだよ、うん、そうそうそうでしょ、うん、それがない世界はねやっぱり窮屈ですよね、うんうん、なんか嫌な感じだもんね、うん、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。